高河忍法町、バジリスク新章は、山田正樹による日本の小説。山田風太郎の高賀忍法町と瀬川正樹のバジリスク高賀忍法町を原案としており、高賀忍法町の10年後が舞台となっている。講談社より上下2巻で発売。2018年8月時点で、累計発行部数は50万部を突破している。2018年1月から6月まで、 テレビアニメが放送された。伊賀と甲賀、二つの推し軍が血で血を洗い、双方に分かたれながら、相思相愛の男と女が激烈なる思いに準じた、忍法合戦から十数年の歳月が流れ去った。寛永の時代、天下太平の世にあって、忍びの活躍できる場は年を減るごとに減り、伊賀甲賀も、相争うほどの森はとうにうせていた。 ある隠し里で適度な緊張関係を保ちながら、共に暮らす二つの王子軍であったが滅するには、未だ早いと考え、合意のもとに、互いの幼い刀領たちを言い名付けとし、一つの力を生み出そうとしていた。黄河の刀領、黄河八郎と伊賀の女刀領、伊賀京。双方は、先代より受け継がれた、瞳術をその身に宿しており、二人がちぎることで、 王華と呼ばれる、未知の力が発動すると言われている。二人はそのために日々修行をし、その日を待つ。本来ならば、めでたき中であった。二人が血を分けた実の兄と妹でなければ、八郎を当領とする、黄河の精鋭たち。幼いながらも、圧倒的な才覚と正気を持つ八郎に一目置き、突き従う。それぞれが己の特性を生かした忍法を持ち、 日々精進し技を磨いているストイックな忍びたち。響きを投了とする伊賀の精鋭たち。響きに信頼を置き、さらに娘や姫のように可愛がり、甘やかす一面もある忍ぶらしからぬ者たちだが、その実力は本物で、植物の特性を活かした忍法を持ち、特に守備の任務に長けている。週刊ヤングマガジンにて、二千十七年十四号から二千十九年十九号まで、 シヒ達也による漫画バジリスク王家人法長が連載された。口日のテレビアニメ版と同じタイトルであるが、内容は原作やアニメ版とは異なる点も多い。2018年1月より6月までバジリスク王家人法長のタイトルで放送された。ナレーションはおぼろ役の水木奈々が担当する。また、前作で登場した人物に関しては、基本、 同一キャストであるが、竹千代、国松、徳川家康役については諸事情により交代している。甲賀八郎役の畑中優と金奏ナ奈原役の市木光弘による、ウェブラジオ、ラジリスク新章、甲賀忍放送と、伊賀京役の水瀬祈りと現役の桜彩音による、ウェブラジオ、ラジリスク新章、伊賀忍放送が、 2018年1月14日から7月1日まで、YouTube と、おと泉にて、各週日曜正午に交互に配信された。バジリスク王冠忍法帳に関するカテゴリー、ラジリスク新章、黄が忍ぶ放送に関するカテゴリー、ラジリスク新章、伊賀忍ぶ放送に関するカテゴリー。ありがとうございます。